エリザベータ・ミハイロブナは、ナッサ・ウワイ公、アドルフの最初の日、ロシア大公女。父は、ロシア皇帝パーベル一世の伐子、ミハイル・パブロビチ大公、母は、ビュルテンベルク王家出身のエレナ・パブロブナ。モスクワのクレムリン宮殿で夫妻の第二子として生まれ、母と親しかった亡き義理のおバエリザベータ・アレクセイ・エブナ、にちなんでエリザベータと名付けられた。幼少期に、 リリと呼ばれたエリザベータは、サンクトペテルブルクのミハイロフスキー宮殿で、兄弟らと共に育てられた。姉妹たちの中で最も、カーニで可愛らしいと言われ、良い教育と、優雅な物腰を身につけた。1843年の暮れ、サンクトペテルブルクを訪問した、ナッサウコー公アドルフと初めて出会った。アドルフのママ母パウリーネは、エリザベータの母方のおばにあたり、 二人には少なからず縁があった。エリザベータとアドルフは恋に落ち、1844年1月31日に結婚した。結婚後、数ヶ月をロシアで暮らし、後二人は住居のあるビースバーデンへ向かった。彼女は民衆に親しまれ、間もなくして第一子を見ごもったエリザベータとアドルフは非常に幸福であった。しかし、 その幸福の絶頂はわずか1年ほどで失われた。1845年1月、エリザベータは女児を産んで亡くなり、赤ん坊も長くは生きられなかったのである。一度に妻子を失ったアドルフは、悲嘆に暮れ、愛妻エリザベータを忍び、ビースバーデンに聖教会の聖エリザベト教会を建設させた。丘の上に立つ教会は、常に自身の住居から眺められるようにとアドルフが選んだ。 場所にあった。エリザベータの石棺は今日でも教会内部に安置されている。ありがとうございます。